千鳥の大悟がジーパンのジッパーがさ、太もものとこに1本あって、テレビ番組でそれを、そのジーンズを履いて、まあ、なんかこう、下ネタみたいなギャグに、ジーンズいじりっていうか、まあ、そのジーンズを履いて、変質者ですみたいなことをやったらしくて、で、それでそのジーンズのデザイナーが、インスタグラムのアカウントで、ね、このジーンズを作るのに何年もの時間を費やして、ね、営業や PR、そして何より工場などの方々の協力を得て、ブランドのシグネチャーアイテムへと育ててきたデニムジーンズが、テレビ番組でこのような扱い方をされたことが残念で仕方ない。創設から20年、妥協することなく少しずつ築き上げてきたブランドイメージを、自分たちの笑いのために一瞬にして踏みにじられたことが本当に悔しい。これからも店頭でこの商品を売っていくスタッフの気持ち、何よりこの商品を買ってくれたお客様の気持ちを考えると、本当に心が痛いっていう話です。やばいよね。なんかツイッターでも出てたわ。これなんかでも言い分ね、今俺が読み上げたこの言い分自体は、まあ、でもさ、なんていうの？って感じじゃない？そうなんだろうねっていうか、なんか間違ったことは言っていないんだろうなっていう文章だよね、これ。芸人にさ、そうだよ、そうだそうだ、失礼だろ、そんな一生懸命人が作ったデザインのをバカにするような、茶化すようなことを言うなよっていうふうにしたかったのかなと思って、このデザイナーがそういうお気持ちを表明するじゃん、SNS で。そうすると、こう、周りの人がさ、援護射撃みたいにさ、ねえ、この度は気の毒ですね、せっかくいいジーパン作ったのにね、本当に芸人って下品ですよね、みたいなふうになるって思って言ってんのかなっていう。そしたらなんか逆の方が多かったんでしょ？そう、逆の方が多くて、意外とその界隈、多分有名ではないだろう、そこまでっていうぐらいの人だったのね。だから逆に言うと、その人をフォローしてる人って、かなり界隈の人なんだよね、きっと。ファッションにすごく好きな人とかがフォローしてるんだと思うのね。これがさ、2号とかさ、なんかこう、藤原宏とかさ、ああいう有名な人だったらさ、アンダーカバーとかの、なんかそのいろんな輩がフォローしてたりするからさ、別にファッション浅い人とかもフォロワーがいたりするかもしれないけど、この人に関しては多分その、ね、本当に身近だったり、好きな、ファッション好きな人が多くて、で、その人たちは言うには、ファッションってのはそういうもんじゃねえだろう的なのがいっぱいあって。だから意外と、だからこれね、何かその、やっぱり今ほら SNS で発信すると意図があるじゃん。本当にピュアに自分の思った気持ちを言うだけなのか、やっぱこれ言うことで援護射撃欲しいのかみたいな。いや、だから逆に炎上商法的な感じなんじゃないと思っちゃった。どうでもいいから、なんかこう感情的なツイート、投稿すればみんながこう反応して可燃性高くなるから、結局自分のブランドの名前が売れるみたいな。てか、お笑いの人がそういうふうに下品なネタをやりましたっていうこと以上の下品さを自分が持ってるってことを知ってほしいよね。そう。だって、しかもデザインとかさ、それこそ佐野じゃねえけどさ、健次郎さん？楽しそう、みたいな感じでさ、で、何かをデザインするってさ、どっかから絶対持ってくるじゃん。オリジナルとは何かっつうか、まあ、そうまあ、だそけこど。戦いたいけどね。だって、そんなこと言ったらファッションなんてもっと軽いし、バカにしてんじゃない？もっといろんなものを。で、そういう世界に生きてるやつが、他の世界で生きてる、まあ同じ世界っていうか、他の職業でやってるやつの、まあ、あれもデザインだよね。だから大悟のデザインで、ああいうことしたわけじゃん。それに対して口を出すっていうのは、じゃあお前がどれほどのものをやってるかってことになる。どこまでフェアなんだって話だよね。そうそう。でもそういうも、なんか、それも込みでものづくりじゃんっていうか、逆に、いじられないこと見据えられてなかったのっていう、逆に。そこも見据えて、でもそれで GO 出したんじゃないんだと思って。俺がこうやって教えたじゃん。で、結構それ以上いかなかったね。あんまり出なかったよね、これ。あんま出ないね。たまたまこれ知って、あれだけど、だから失敗なんだよ、これは、本当。まあ、しかも俺ちょっとあんまりこれ見ても大悟の言ってる意味分かんなかったんだよ、正直。どういういじりなんだろう。進歩関係ねえし。そう、全然出てないし、ちょっとよく分かんない。だからこそ強引だなと思って。ネイマールと一緒じゃない？これ。あの、角にもうファウルされてるのに転んでさ、審判にアピールするみたいな。もう、大げさにこけてみてさ、あわよく相手にレッドカード出んじゃねえかって思ってるよね、このデザイナーは。
こういうのばっかりちょっと集めたものを誰か集めたら面白いね。不完全燃焼っていうタイトルでさ。ああ。行きそうであんまり行かなかったみたいな。そう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 。で、その本人の浅ましさも出てるっていうなんか。やっぱさ、不完全燃焼に終わるってことは強引だからなんだよ。本当に悪かったら燃えるじゃん、やっぱり。けしからんぞって。でもそうじゃなかったから多分全然表に出てないから。